はい、どうもカズワンです。そしたらホットイタリアダイレクション行きましょう。難易度6入ってね、バリバリゴリゴリ進んでますけど、雪崩かな。また火属性かってことは、最近ロングばっか使ってるけどロングでいっか、これはしょうがないことでロングが一番楽なんです言ってもうた俺。まあまたね、スアリエルとか出てきたらバスは使いますし、まあ槍で行きたいなと思ったら槍で行きますし、まあいろいろですね。まあ基本はロングで行きましょう。ショートはもう使わなくていいっすか強化がおろそかになっとるのは否めない。間違いなくね。はい、1体が出てきてる感じか。まあそのうち追加されてくるんでしょうと。金剛は2体になるんかな。はいはいと、多分そういうイメージはあるな。はいはいと、はいはいと、噛みつけんかった。おいよと、イエースタミナなくなったスタミナがなくなっちゃいましたね。まあいいや、こいつでもうあれやな、バースト消費抑制かな、つけときたいな。はい、オッケー。飛び上がる。コンボマスターつける。コンボマスターはまあ、ロングやからいいんじゃないの。バスターやったらいらんって書いてあったけど、まあ、ロングだからええじゃねえの。連続攻撃するしさ。いや、帰ってきた、あいつ。気持ち悪い。なんで帰ってくんねん、お前。まあ、そのまま真っ直ぐ行っとけよ。おいよ。ボルグカムランさんや。ボルグカムランじゃねえわ。グボロゴブロや、これ。もうすでに間違ってるっていうな。まあまあそういう時もありますよと。まあ、そういう時ばっかなような気はするけどみたいな。ああ、ちょっとそれは狭い通路ではあんまり見ないんじゃねえの。まあ、とりあえず状態説つけとこうかな。はいよと。使うかどうかは別ですよ。もちろんね。聞いてるみてえだな。背びれだけは破壊してもらったらいいかな。そんな感じがする。はいよと。いい感じのダメージ入ってるね。オッケー。だいぶ強化入ってるよ。どこ行くんですか。活性化してまーす。はい、私も活性化しております。もうお前には止められないでしょう、ルボルゴブルよ。何言ってるんですか、私は。接近中？中型種ね。はい。3分あったらいけるやん。いける。今のところはね。はい。はい、2体同時ね、やっぱり。2体同時か。どっから出てくる？出てくるバッグ。グボログボロ、威力高いな。はい。確認願います？相手の体力も上がっとるな、やっぱり。ほい。回復しよう。おとなしく回復処方は。おい。よし、ダウンは取ってない。バーストが切れた。ミスた。よいしょと。粒子大輪。粒子結石と。まあ、そろそろ出てくるんじゃねえの？予測より早い？これ下行った方がええかな。はい、送られました。あいつら空気とか読まないもんな。読まないですね。確かに。いや、バレた。バレちまったぜ。バレちまったらしょうがねえ。じゃあもう行くしかねえやんけ。はい、噛みつきから入るぞっと。さあ、尻尾狙っていこうかな。硬いな。こいつの。体は硬いわ。カンカン言うてるもんな。これは、貫通じゃないか。普通に、破砕でも効かなさそうやしな。どこ行くんですかー、よと。よし。これキープしていこう。はい、噛みつける。そう、このな、シトルムの、こう滑っていく感じが、こう、結構好き。バースト時間長いっす。じゃあ、バースト時間じゃない。噛みつきの効果時間っていうかな。長いわけだから、普通に使い勝手は、ええよ。でも早いし、噛みつきも早いから、まあお気に入りかな。
プレデタースタイル、うん、まあまあまあそんなにかっこ悪くもないしな。ファイト、よっと逃げる。おお、ホールド、ホールド化してるじゃねえか。じゃあ顔面狙っていこうかな。じゃあハサイやったっけ。いや関係ねえわ。いやハサイや、ハサイでやっとるけど、これ多分狙えへん、狙いません。ふう、とりあえず落ち着いたな。ちょっと待って待って、はい、俺のスタミナもありますか。うわい、上行った、上行きます、上でやっちゃいますか。上はきついな。いやでもここ入り込んでくれたらわりかしいけるか。ほいよっと、よし、あミスったわ。バース抑制をつけたかったんや俺、バース消費抑制を。作戦エリア侵入よな、痛い。撃つんじゃねえ俺を。俺は荒神じゃねえ。もうあいつらもう見境なしに撃ってくるからな。はい、狙っていこうぜどんどん。うわこっち来よった、あいつこっち来よったわ。ちょっとこれ回避しよう、うん、はい続けます、続けていきます。めっちゃ回ってくやん。こっちを狙ってるんじゃない、俺はこいつを狙ってるんや。お前もう一体、もう一体の金剛はよ、どっか行ってくれねえかね。なんかおったな今。今なんかおったぞ。ちょ回ってきてるから、回ってきてるから。うおやな。はい、噛みつけない、デノム化してる、デノム化してる。いやちょっと待って、いやー動くな、動くな。いや回転してきて、危ない、チャンスタイムがよ、せっかくのチャンスタイムがよなくなってしまったじゃねえかよ。はい、魔の解除ね、大丈夫、はいはいはい。あ全然食らわん、火災は食らわんわ、逃げてんじゃねえよ。よいしょ、これで OK か。いやこいつに噛みついとこう。 OKOKOK。 さあこの溜まった荒神弾をどこで放出するかやな。放出戦でもええとは思うか、味方に撃つべきなんやろうけど、これ撃って時間もったいないなっていうのはあるから。よし倒した、よしゃあと1回。いやーちょっと長かったな。はい、これはこれいける、間に合い、おい危ない、よっしゃホールド、この辺かな、あここ当たってる、よし画面当たってる、多分これ破壊できるやろ。 OK、 破壊よっしゃ、いいよ。はい、インパルスエッジ、そう考えたらやっぱ強いな、うん、めっちゃ強いわ。はいはいはい、じゃあ敵どんどんいっちゃおう、どんどんいっちゃって、どんどんいっちゃって。めっちゃ食らうな。いや多分一発一発は低いんやろうけど、はい、全然それを凌駕するほどの数、手数があるな。まあ普通は胴体してからね、胴体破壊してからやるのはいいらしいんだけど、まあ胴体の破壊は狙えへんな、狙えるは狙えるか。はい、噛みつけない、噛みつけた、 OK。 このジャンプ捕食もな、案外と範囲広いから、うん、狙っていけるっていうかな。ほいほいほい、よし、痛い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 、はいはい、危ないよ。さあうずくまっています。俺初めて聞いたなそれ、うずくまって、足っぽいギャグだった。これなんで顔面切り続けとんやね、うん、よし600入った、600いくんよな、600いくようなったんや、えいや、はい、逃げ場なんてない、お前に逃げ場なんてないよ今後打点しよう。これ回転や。こう回転コマ回転後、いやーなんかベーゴマっていうの来とったな、うん、おいおり、確かに、あー確かにベーゴマっぽいなーみたいなこと思ったけど、お、マジで予定より早く終わったん、あーよかったよかった、そいつはよかったよ、うん、コウタはお前は俺の邪魔しかしてないんだ、威張ることではない、威張れることではない、うーん消費アイテムかな、ほんまか、じゃあ俺はバスタブにでも入ってこうかな。うわー、いろいろ入ったけど、欠席、決勝はまだかな、決勝まだなんかな。
お疲れ様。そっちはどうだった？おう、お前さん方が持ち帰ってくれた変色因子のおかげでなんとか食い止められたぞ。ああ、何人か犠牲が出ちまったけどな。そうか、ごめん。もっと早く届けられればよかったんだけど。お前さんのせいじゃない。 E26 エリア方面だったから家屋が集中していたもんでな。 E26？ そうか、 E26 にはあいつの実家が。母さんたちは無事だったよ。エイジス計画、早いとこ完成させてもらわなきゃな。守れるならどんなことだってやってやるさ。いや、コータの本気が見られるかな、そろそろ。そうか、 E26 エリアっていうのがコータのお母さんたちが住んでいるところなわけやな。まあそれは心配なのはな。アリサ、コータが元気なかったみたいですけど、何かあったんでしょうか。いつもバカみたいにうるさいのが急に静かになると変な感じですね、もう。いやー、アリサよ。コータの気持ちも汲んでやってくれ。あー、さっきはなんか暗くてごめんな。ちょっと気晴らしにバガラリー見てくるわ。お前はバガラリー見てたらええやもん。俺からはもう何も言わん。あなたってに重要な討伐要請が来ています。来ました。討伐の対象はディアスピタ。ご存知でしょうか。ご存知です。帝王と呼ばれる荒神です。来ましたね。プリティビマーダもおるんか。プリティビマータか。いやー、来ましたね。これ今回やるのやらないでしょ。ちょっと待ってね、これは次回に回しましょう。てかこれしかいけへんのか。まあ言ってもな、結構時間超えるからな。じゃあ、ちょっと今回は、ちょっと早いですけどね。ちょっと早いですけど、ここまでにして、次回、ディアスピターですね。怖いな。めっちゃ怖いな。よし、じゃあ気合い入れていきますか。はい、じゃあ今回はコメディにしたいと思います。ありがとうございました。